続き、あかぼし、せよ、赤星マシマシ TV。 やっこいしょ、どっせー。前回に続きまして、丸山製麺さんのはい、宅麺というかね、お持ち帰りというか、そうですね、赤焼きバージョンというか、はい、そうですね、はい。まあちょっとおさらいになりますけども、麺類全般を扱っている老舗製麺所の丸山製麺さんがあのコラボということでね、はい、いろんなお店とのコラボの商品を出してるんですけども、まあ、その中で今回は丸山製麺さんのセレクトした家次郎セットというかね、はいはいはい、はい、そちらをいただきまして、赤星が通常の方をやりましたけど、僕はちょっとさらにアレンジを加えて、そうだね、はい、汁なしの方をね作っていきましたので、ちょっと軽く調理の過程を、あ、僕はあのこちらの専用のタレを2パック汁なし？汁なしなんですけども、できる今から汁なし、あれ、はい、できる、できます、できます、大丈夫です。汁なしだよね。汁なしです、はい。あ、汁なしなんだね。今のところのラーメンだよ、今のところね、今のところ、うん、まあ、若干ね、若干入れてますけどね、お湯はね、はいはい、はいはい、あ、デカブタ来た、あ、もうデカブタね、これ見物ですよ、これ2枚今入れましたか、はい、で、ネギいきまして、あ、オニオン、あ、まあ、もうね、トッピングが汁なしっぽいね、うん、ずっと俺の鍵が映ってるけどそうね、ちょっと散らかってる俺の鍵が勝たせって話なんだけどトッピングはもう、はい、あ、いいねいいねいいね、はい、卵黄で、うわ、完成です、あら、はい、こちら丸山製麺汁なしで、僕はね、あの、うん、200g、はい、あのパック1パックですね、はいはい、でニンニク、野菜、油、まあ、要は濃くしてるってことですか、タレを、あ、そうですね、なるほどなるほど、まあ、僕の経験上、あの汁なしラーメンで、うん、実際に汁がなかったことが、まあ、確かになかったんで、うん、まあ、このぐらいだろうということで、さんは200g だけどね、あ、そうです、はい、だからね、もう意外ね、通常の人よりちっちゃいんだからそうですね、もうちょっとそろそろあの食べることにも限界を感じて今日この頃ですけども、でも非常に美味しかったので、こちらは美味しくいただきました、食べ応え抜群で、僕ちょっとヤーメをねやろうと思ったんで5分ほどにしたんですけども、それでもやっぱり力強い麺だったので、なるほど、ね、本当にヤーメにしたかったら6分以上の茹で時間が必要かなと思います。で、豚でございます、こちら。でかいね、食べてみてもでかいですね。いやー、で、赤星はね、あの端っこのところだったんで、はいはい、僕は真ん中の切った真ん中だったんで、群馬県ぐらいありますよマジで、まあ、そうね、その県で言うとね、もうね、高崎は最後に、完全に繊維質でものすごく、うん、そうだね、うん、もうそう、歯が必要になってくる硬さの豚だなっていう風にそんなコメントする人いない、思いました、はい、歯はありますから、非常に美味しかったですね、はいはいはい、歯ない人向けのレビューですからね、これあ、そうです、そうだ、あの至急歯を入れた方がいい硬さでしたねはい独自の汁なしのアレンジを加速させていきます、この、はいはい、うん、で、今回名古屋コーチンをね、うん、使ってますね、名古屋コーチンを混ぜそばで使えるこの贅沢さといいますか、確かに、うん、で、今回あのオニオンフライ、うん、そしてチーズ、うん、ニンニク、はいはい、このブレンド、うん、このジャンクさがやっぱり混ぜそばの魅力だと思いますので、あると思いますよ、それは、うん、これ絶対ビールがね必要になってくるやつだと思いますのであ、今回は、あ、大丈夫ですか、胃のキャパ大丈夫ですか、胃のキャパはね、あの炭酸をね徐々に抜きながらはい、あれなんかちょっとジャンクなものとビール一緒に飲んじゃってるなみたいな、最高ですね、うん、この感じもね最高なんですけども、なんか最初と服が違くない、なんで着替えたんですか、本当に、あ、いや、あのこれ全く着替えてないです、これ、あ、そうですか、はい、あ、畑っけんかと思っちゃった、いや違います違います、よかった、僕は何も間違ったことしてないはずです、ボスさんが急に、ごめんなさい、見たことないやつだった、あ、で、この繊維豚を、はい、あのだんだん量が減った時にこのタレにつけて食べるのがね、それは美味しいね、非常に美味しいです、はいはい、こちら、はい、もうおつまみチャーシューとしてもねそれビールの箇所が多くて申し訳ないんですけど、ご飯は無理って言わなくていいよ、本当はね、本当はそんぐらいうまかったんですけどもね、はいはいはい、でビールとこのね余ったタレね、タレね、ここにうまみが全部凝縮されてますので、うまかったね、この最後のタレがまた、はい、でビールでございます、はい、はいはいはい、いや、アフタービールはちょっとやらしいな、そんなことないちょっとやらしいな、いや、あくまでビールですからこれはね、アフタービールはアフターでもビールはビールですからね、早く言っちゃうとちょっとね早く言わないことをお勧めしますね、はい、ごちそうさまです、はい、ということですね、ありがとうございます、いろんな角度からはい、食べ終わった、はい、器をちょっとね、はい、でちょっとこちらレベルの方見ていただきたいと思いますね、うん、はい、マシマシレベル86.3、ビールレベル94、一応ねグラスは冷凍庫に冷やしてるんですけどね、確かに、あ、そうだったんですか、うん、あ、ちょっとグラスの場所が見当たらなかったんで、いや、冷凍庫にキンキンに冷やしてますよ、あ、本当ですか、うん、ちょっと缶なんでね、ちょっと若干低めになりましたけども、朝日スーパードライのこのモチベーションモチベーションモチベーションじゃねえかこれなんて言うんだっけ、これあのポテンシャル、ポテンシャルの高さによって94まで
行きました。はい、丸山製麺さんが推奨してる作り方じゃないですけども、うんうん、自分でアレンジするのもいいんじゃないかということで、ちゃんと汁なしでした。ちゃんと汁なしでした、はい、逆にこれお湯とか全く入れなかったら多分ちょっと辛い、辛すぎたかなと思いますので、ちょっとこれ味見しながら、はい、で丸山製麺さんね、あの二郎系の他にも、うん、なんか家系とか含めてね、うん、いろんな、あ、家系もあった。そうです、いろんなラーメン出してましたんで、僕個人的にねまた頼んでみたいなと思いますので、うん、またその際はぜひともよろしくお願いしますということで、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。